はい、コナンです。今日のラジオ動画なんですけど、任天堂から新しく出たゲーム機スイッチ、こちらが今爆発的に売れているらしいんですけど、どうしてこのスイッチがこんなに売れるのかっていうののね、コナンの考えを話したいと思います。今ね、任天堂のスイッチ発売されて1ヶ月ぐらいで全世界で150万台以上売り上げていると言われています。そしてこれはね、過去に爆発的にヒットした任天堂のゲーム機 Wii、 これよりも早いペースで売れていると言われています。任天堂の Wii がね、最終的には1億台を超える販売台数だったので、このスイッチはね、おそらくその Wii の記録を上回るんじゃないかとまで言われています。そしてすごいのが、アメリカでこの任天堂のスイッチ本体が、まあ、90万台売れたんですけど、本体と同時発売されたゼルダ、これが92万本売れたっていうことで、任天堂スイッチの本体よりもたくさん売れたんですよね。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、1台は、ね、1本はね、コレクション用としてね、限定版を買って、通常プレイ用にはね、通常版を買った人が結構いるんじゃないかと言われています。これはすごいよね。で、任天堂のスイッチがどうしてこんなに売れたのかっていうことなんですけど、砂漠のど真ん中で水を売る、そうした場合どうですか？皆さんも砂漠の真ん中で喉はカラカラです。で、目の前にね、水を売った商人が現れました。でもすごいまずそうな水、泥水です。買うよね。そう、要するにそれしかなければ買うんですよ。で、ゲーム機、今プレイステーション4とか Xbox ありますけど、まあ据え置き型ゲーム機なんですよ。ポータブルのゲーム機っていうと、今 3DS、 まあこれ任天堂なんで、以外にないんですよね。PS ビータも終わってしまって、なのでもうポータブルのゲーム機欲しかったらこのスイッチを買うしかないっていうね。で、結構ね、このポータブルのゲーム機って人気なんですよね。いまだに3DS が人気ですよね。なので、よく本体の性能だけ見ると、Nintendo Switch、PlayStation 4の性能の何分の1しかないとか言われますけど、そんなことは関係ないんだよね。そして Nintendo はね、こういう商売が上手なんですよ。まあ、よくね、枯れた技術を使うって言われてますけど、まあ、つまり1世代前の技術ね。なので任天堂のスイッチも確かにタブレットとして見れば1世代前の性能なんですけど、まあ、それに既存の技術のこのコントローラーを組み合わせることで、まあ、コントローラーも Wii リモコンみたいなもんですよ。なので、もう枯れた技術を組み合わせることですごく魅力的な商品を作る、そういうのがね、任天堂は昔から上手なんだよね。ファミリーコンピューターの時もそうだよね、ファミコンね。本体の性能はそんなに大したことないんだけど、うまく技術を組み合わせることによってすごく魅力的な商品を作っている、そのあたりがね、任天堂商売がうまいなと思いました。僕もね、もう本当喉から手が出るほど欲しいんだけど、ちょっと転売屋から買うのはなっていうのがあってね、まあ早くみんなにね、行き渡るように任天堂もね、頑張ってほしいなと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。